ドラえもんです。ちょっとケンシロウっぽく言ってみた。今日はドラえもんやります。さあ、オープニング。おお、これ結構目にくるね。目が回る。あ、開拓編。そう、まず武器をね、探さなければ。どれだけ取ってもしゃあない。ほい。食ってみるかしたら。ほら、なんもならない。よし。まず、これがないと武器がないので。ただ、ショックガンですが、これもすぐ、次の武器へと変わるわけで。お、次の武器っていうのは映画でもおなじみの空気砲ですね。危ない。危ない。よし。来い。よし。何やったかな。そうだ、空気砲だ。ドカーンドカーン。さあ、空気砲を手に入れたぞ。早くもワンランクアップした。さあ、ネズミはほっといて。次どういくんだったかな。おっとっと。こっちじゃなかったかな。違ったかな。よいしょ。この辺になんかなかったっけ。ああ。ちょっと連射が欲しい。うん、これでまたワンランクアップ。連射が欲しいところです。ちょっとね、うん、これか。なあ、ちょっとまずい。ドラキが欲しいとこだ。どこだこれは。やった。うん、ここでいいんだ。おお、なんだ今。よいしょ。これ3連打。うん。確かスモールライトここやん。あなかったっけな。にゃろ。当たんねえ。あ、ギラーミ。まずいぞ。待った。ちょっ
とちょっとキャンディーねえかな。パワーメーターが少なすぎるぞ。弾の方角にジャンプしてしまったよ。ちょっとドラ焼きが欲しいところです。うわ、あと1回で死ぬ。やった。来たぞ。こいつ、いやーこれ難しいな。カウンター注意しないとな。おー宇宙、やめろバラ巻きは。鼻くそのバラ巻きはやめろ。ギャー、一回はやれるな。カウンター注意。なんだこいつ。うわまずいぞ。なんか今あった。なかなかドラ焼きが出てこない。あ、出た。やった。うお。いやー。もうまずいぞ、ピンチだぞ。ドラ焼き出てくれい。いやよし、取れ。あー取れない。うわなんてこった。やった。キャンディーだ。くっ、ちょっと待てよ。ここはここはね、一回ドラ焼き出てからだ。あ、出た。よし、来い。うわ、よっしゃ、危ねえ。
行くぞ。小賢しいタコだ。あー、これ、いやーちょっと、あー結構食らうな。タコがちょっと嫌だね。ジャイアンか、なんだこれ。岩はジャイアン上に投げてくれ、頼むから。タコちょっと厄介だね。倒せないんだよタコ。ん、いけ。もう進めようか。よし。あー、あとどれぐらい使えるんだろう、スモールライト。あれどこにいる、あいつ。よいしょ。うわー、どら焼きが欲しいぞ。あ、いけない。もうスモールライト、熱中か。どら焼きをくれ。あ、来た。よし、どら焼き、どら焼きじゃねえ。これで結構力が強化されたぞ。やっぱ強力だな、スモールライトは。お
よし。なるべく当たらないようにしたい。お、キャンディーだ。やった。ああ。ああ、マントが。よし、ここでマント手に入れるぞ。弱っ。で終わりか。よし、いよいよ海底神殿。海底編か、海底神殿じゃねえ。さあ、こっから難所が続きます。結構ね、一面、二面クリアしたけどもね、この海底編だけでそれ以上の時間かかります。まあ、だけど、途中間延びするとこは編集しますんで、とくとご覧ください。鍵ないとダメなんだよ、タバカカラー箱はね。お守り。うお、下から出てきた。そう、これ連発して食らう時なんだよ。ちょっとここに置いとくか。これヘビのお守りってね、ヘビ出た時にお守りがあると一発で倒せるってやつなんだよね。鍵がどうしようもない。ちょっと待って、これもちょっと分かりやすいとこに、あらら、分かりやすいとこにちょっと置いとかないと。なるべく一箇所とかに集中。うわっつ、やばいよやばいよ。
そうだ、黙ってるとお化けになってくるんだよ。ちょっと、これ骸骨強いんだよな。あ、宝箱鍵がないんだよ。あった。よっしゃよっしゃ。なんだろう。ででーんかい。うわ、やだ、骸骨。どら焼きください。なんだ、どら焼きよこせ。アウトが怖いんだよな。連続ダメージが、この海底編は一気にパワー減っちゃうんだよ。来た、よし。ドラヤギが出やすいのは得意だな、この面は。1、2面と違って。よっしゃよっしゃ。なんだろう。お、のび太くんだ。のび太くんどうしよう。一旦連れてっか。あ、お化け面。通りに行こう。キャンディー、キャンディー。どっちだったっけ、こっちか。よし、笑って笑って笑って、キャンディー。さあ、火山駆け抜けろ。キャンディー先にこれ預けてから取って、ちょっと待て。
よし。うん、ちょっと増えたぞ。これを最初に手に入れなきゃダメだな。こうしないとね、閉じ込められちゃうんだよ。フラフープ抜けても壁が復活しちゃうから。のび太くんどこ行ったんだろうな。ほんとのび太くん。連れてくだけだ。のび太くんを探せ。もうのび太くんも開けた、あれ開けたっつうか、もう見つけたんだよ。のび太くんさえいればいいんだよ。あとは、あ、どこ行ったのび太、出てこい。一番最初のところにいるのか。あ、いた。ここにいたんだ。こんなとこに。さあ、のび太くん行くよ。来た。やだな。急げ。早い、動きが速くなってる。逃げろ逃げろ。もうこれもやだ。なるべくこっち側に引きつけてやだな。逃げたいところ。はい、危ない。もうこんなにパワー入ってる。危ない、やった。おお、倒した。やったー。
倒したぞ、ポセイドンを。あー、難しいな、これも。いやいやいや、もう、僕ドラえもんです。クリアしました。非常にこれも難しいです。いやいやいや。1面そうでもないけど、2面あたりから結構難易度上がってくるよな。そしてこの3面行くとさ、まずダンジョンが複雑だよね。どこ行ったか分からなくなるし、あと敵に当たると連続ダメージを受けるという、それで半分近くパワーが減らされることもあるというね、なんともまた高難易度な。しかもその敵もいきなり現れるっていう。いや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 、ファミコン時代はやっぱり難しいね。セーブとかないしね。これもボスとかにやられたら最初からとかだからね、まあ、ある意味鬼のような難易度ということで、今回もクリアしました。ご視聴ありがとうございました。